お待たせしました、ダブル唐揚げの半瓶です。はい、どうぞ。豚カラ丼一つです。ごっぱらごっぱらいいよ、もうそっちやいいから作る人やって作る人やってっつってるしつこいな。ごっぱらってっつのプラスのもの、うるさいよ。作る人がもう一人いればいいの。唐揚げだけでもやってくれれば一番いいんだ。唐揚げやってる時にもうチャーハンも何もできねえんだ。うちでやるじゃん、アルバイト。すいません。ありがとうございます。すいません。すいません。喜んでると思います。本当。まさかの展開で。ここに味なしです。本当ですね。はい。本当。あ、じゃあ仙台の店名も味のってついたんですね。そう。あ、僕名古屋のテレビ局の思うまい店っていう番組のスタッフなんですけども。店名に味がつく店なんですけど、味のってつく店はいい店が多いんじゃないかなと思って、うん、探してるんですよね。これ味これかこれこれ、ああ味味菜ですか。ああ、なるほど。でもあれなんですよ、味のがつかないとダメなんですよ。のがちょっとのがつかないとね。そうなんですよ、すいません。なんかいいえ、ちょっと このまままっすぐ、あそこに右側に、あれですか。名古屋のテレビ局の、あ、面白いですよ。好きなの見ました。あ、ほんまに見た。味のつくあれ探してるんですよね。あ、そうです。あ、知ってます。すみません。記憶にできたら。それでちょっと来たんですけど。え？オレンジのです。オレンジのです。あ、ありますよ。そう。一応持ってるって思ってますけど。持ち上げて。アイシャブっていう。たまたまってどういうの？あ、たまたま。たまたま持ってました。あ、本当だ、本当だ。あら、本当あるあれ。すごい。たまたま。あ、すごいすごい。初めて。初めて。本当たまたま。本当だ。並んで。はい、出てください。ラーメン屋さん有名な吉村。吉村って横浜と東京にお店持ってんだわ。吉村さんって。その方がうちの味噌ラーメンを気に入っちゃって、それでそう何回も来て気に入ってくれた。味があるやつ。お部屋出したわからなかったもん。ちなみなんですけど。ずっとね、みんなこだわったのも、ずっと、でも、取材は、本当に断りしてた。あ、そうなんですか。そうなんですか。
とまたお願いしに来るかもしれないです。何やってんの？いや、ほんと近くいたの。ほんとか？近くにいたの。でも、味の店今結構探してるんですけど。あった？いや、結構苦戦しててどうしたらいいかなと思って、変えた方がいいんですかね。変えない方がいいね。変えない方がいいですか？ここはね、味の来たからやっぱ突き詰めてほしいよね。あ、やっぱ味の、そう、探し続けた方がいいですかね。全国に行ってほしいよね。うん、全国各地に味のを求めて。